四季島型戦艦は日本海軍の全土旧戦艦、同系艦は四季島、朝日、初瀬、三笠の四隻。本型は日本海軍がロシア海軍に対抗するために日清戦争後、1896年度及び1897年度海軍整備計画で建造を決定し、イギリスに発注した。1900年から1902年にかけて竣工し、 当時世界最大の戦艦であった。なお、複砲の配置と煙突の数の違いから、朝日と三笠を順道景艦と分類する場合もある。建造中の初瀬ボン型は、イギリス海軍のマジェスティック級戦艦の改良型で、あるが、いくつかの最新の技術が用いられた。主砲と副砲は全球の富士型戦艦と同じ40。 高径3 0 5トル砲と40高径1 5 2トル砲である。速力は1 8キロトンで、藤型よりは若干低下している。四季島、朝日、初瀬の三隻の装甲には、マジェスティック急戦艦と同じハーベイ校が使われ、藤型の半分の装甲圧となり、また四番艦の三笠は、カノーパス急戦艦と同じくクルップ校が使われ他の三隻に、 比べ防御力が強化されている。敷島と初瀬はほぼ同型で煙突数などよく似ていて見分けが難しいが全部アンカーベッド部分の形状が微妙に違うことが写真で確認できる。春工時の初瀬船体形状は典型的な平らかん型船体であり両派性を良くするために還元を高く取られている。艦首には未だ昇格がついている。 手法は全球に引き続き、アームストロング百8 9 8年型30.5センチメートルライフル砲を、くさび型の連装砲塔に収めて、監視甲板に一機、その背後に司令塔を下部に組み込み、両脇に船橋を持つ相田環境の背後に短脚式の中南部に見張り所を持つミリタリーマストが立つ。敷島と初瀬は、 船体中央部には等間隔に並んだ三本煙突が、立つが、朝日と三笠は二本煙突であった。煙突の周囲にはキセル型の通風塔が立ち並ぶ。その外煙部は関西艇置き場となっており、原則に二本で一組のボートダビットが片ゲ4四組ずつ、計八組と関西艇置き場の後ろに立つ後部、ミリタリーマストについたクレー日記により運用された。 副砲として1 5 2トル速射砲が、原則部に片原7基ずつ、計14基ケース名と配置された。四季島と、初瀬は上肝肝に6基、中肝肝に8基で、朝日と、三笠は上肝肝に4基、中肝肝に10基で配置されている。その他に、耐水来定砲として7 6トル速射砲が、単装砲がで艦上と原則部の各所に20基、 近接器として、ミリタリーマスト上に 4.7cm 単装気泡が単装砲がで発揮が配置された。後部甲板上に後部環境が立ち、後ろ向きの2番手砲塔の順である。各艦の船体サイズの相違は以下の通り砲塔の断面図。手法は前級と同じ、アームストロング1898年型 30.5cm 砲である。 その性能は重量 386kg の砲弾を行角15度で最大射程13,700メートルまで届かせられる性能を持っていた。これを新設計の砲塔に収めた。この砲塔は左右150度に旋回でき、砲塔の方針は行角15度、深角5度の間で上下できた。砲弾の装填機構は固定角装填形式でバーベットは 溶弾灯を内蔵指導の旋回角度でも毎分一発の間隔で発射できた。なお、三笠の見方側、新型の部備型となり、溶弾灯は二段階となって防御効果が高まり、装填機構の改良により、発射速度は約2割ほど速くなった。副砲として、新設計1895年型15.2センチメートル速射砲を採用した。 その性能は、45. 4 5 4ラムの砲弾を行角20度で最大射程9140メートルまで届かせられる。この砲を単装砲がで14機配置した。砲側砲身を行角20度、深く5度の間で上下でき、150度の旋回角度を持っていた。毎分後から7発の間隔で発射できた。他に近接火器として、 アームストロング 7.6cm 速射砲を採用している。その性能は 1.5kg の砲弾を行角40度で 1740m まで届かせられ、不行は行角65度、不角10度で、発射速度は毎分15発だった。他に手法では手に負えない相手への対抗として 45.7cm 魚雷発射管を推薦下に、 片言二門ずつの水中発射艦と艦首水線部に水上発射艦一門の計五門を装備したが、三笠は水上発射艦を装備していない。四季島と初瀬の武装、装甲配置を示した図。本型から装甲板の材質がハーベーニッケル後半へと更新されて防御力が向上した。防御方式は当時の主流としてボックスシタベルを採用しており、 一番手砲塔から二番手砲塔にかけての水線部は走行圧2 2 9ト、mm、ルで、前後の水密隔壁は1 5 2ト、mm、ルから3 5 6ト、mm、ルで、覆われた。下出るから、先の艦首と艦尾の水線部1 0 2トル走行が、腹で、昇格付近は5 1ト、mm、ルであった。水線部から上の中間板までの側面部はリメートル走行で、 防御されていた甲板部の水平防御については、百二ミリメートルと二十五ミリメートルである。主砲塔は前立てが二百五十四ミリメートルで、側面は二百三ミリメートルで、バーベット部は甲板上は三百五十六ミリメートルで、下方に行くに従って二百三ミリメートルへとテーパーした。 1 5 2トル速射砲のケースメート部は5 1ト、mm、ルから1 5 2ト、mm、ルであった。司令塔は最厚部で3 5 6ト、mm、ルであった。水戦下の防御は、艦底部から水戦部装甲まで二重艇を伸ばし、水密隔壁は2層式であった。当時は、魚雷や機雷が未発達であったこともあり、本格的な機雷戦が行われるようになった。 日露戦争において、初瀬が食来して、航行不能に陥り、栄光準備中に、再び食来、弾薬庫に引火しわずか2分で強沈したことで、防御力の不足は証明された。ミカサの武装、装甲配置を示した図。ミカサのみ、最新のクルップセメンテッドが採用され、約3割の防御力向上となった。このため、 艦ン部は防御力を落とさずに 102mm から 76mm に減圧できた。また、艦首と艦尾の水線部は 102mm から 178mm へと増圧され、減速走行も 152mm 走行は上艦ン部まで走行範囲が増やされて防御力が高まった。15.2cm 速射砲も走行各壁で区切られた。 個別の放出を持っており、被弾時の被害極限を図っていた。本型の機関は、ベルビール式石炭戦勝水管艦25機に、直立型三段膨張式4機等レシプロ機関2機、二軸推進の組み合わせで、最大出力14,500馬力で、速力18.0ノットを発揮したが、朝日と三笠は15,000馬力で、速力は同じである。 ボイラー配置が異なるために、四季島と八瀬は三本煙突煙突で、朝日と三笠は二本煙突とで異なっていた。公開海,海戦中、旅順口沖にて取られた四季島。本型四隻とも日露戦争に参加し、富士急の二隻とともに第一艦隊第一戦隊を編成して、日本海軍の主力として活躍した。八瀬は1九百四年五月十五日に、 旅順郊外で嫌いに触れ沈没したが、残り3隻は航海海戦、日本海海戦に参加して勝利に貢献した。その後ワシントン海軍軍縮上役により3隻とも軍艦としての保持をやめ、三笠は記念艦に四季島と朝日は練習艦となった。朝日は工作艦に改装され日中戦争と太平洋戦争に参加し、 1942年5月26日、米戦水艦により撃沈された、四季島のみ終戦まで海軍に在籍していた、三笠公園で展示される、三笠、ありがとうございます。